はいそれではお待たせいたしました本日はイノベートアクアリウムアワード2013事前説明会にお集まりいただきまして誠にありがとうございますそれでは本アワード主催者である株式会社イノカ代表取締役 CEO 高倉洋太さんよりご挨拶いただきます高倉さんどうぞご登壇くださいはい、えー、株式会社イノカの代表をしてます高倉と申しますこのアワード実はですねあの創業当初から 実は考えていたものでして今日こうやってですね皆様にこうお披露目することができて大変光栄に思っております、えー、今回のアワードの名前はですね「リノベートアクアリウム・アワード」「アクアリウムで世界を変えよう」というものですが今回のです、ね、アワードの主人公はアクアリストの皆さんです、えー、アクアリストってあのもしかしたら聞いたことない方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもアクアリストとはですね アアクアリウムを趣味にされているうつまりですねご自宅で、えーまあ、魚であったり金魚であったり、えー、水草であったり時にはサンゴであったり、まあ、そういったいろんなですね溝の中に住む生き物たちをですね趣味として飼育されている方々でございますでですね、まあ、実は我々株式会社いいのかもこのアクアリストとですね共に始めた会社でして、えー、弊社にはですねチーフアクアリウムオフィサー あ増田というお男がおります、えー、彼もですねもともとはアクアリストで私は彼に、まあ、2018年に出会いましてこの水素この技術をですね世界に広めていかなければいけない彼の思いは地球を救うかもしれないとお考えてこのイノガという会社を立ち上げました、えー、そしてですねそこからは2018年のお11月にはですね、えー、まあ初めて えー、渋谷のこれはコワーキングスペースにです、ね、サンゴの水槽を作らせていただいたりですとか、えー、2019年8月にではです、ね、この水槽を使った教育の事業というものをスタートしておりますそしてなんとです、ね、2020年には初の海外調査、モリャスで重油、ね、の流出事故があった際にわれわれがです、ね、現地調査に行かせていただいたり、えー、しております。 そして2021年にはこの水槽を使ってサンゴを救う研究をしようということで,ですねこういった研究事業も始めて今年の2月にはついに世界初めてえこのサンゴをですねえ真冬に産卵させることに成功いたしました増田もこのようなコメントをしていますまあ趣味としてこのサンゴのアクアリウムを作ってきたそれがまさかサンゴ礁の調査で もう一つに行く経験ができるなんて夢にも思っっていなかったとでも彼がですね想像もしなかった、まあ、もちろん社会の人はこんな会社サンゴ水槽作ってどうするのアクアリウムでどうするのかとこ,うこんなありえないとでもですね我々このように一歩ずつではありますけれどもこのありえないというものを形にしてまいりましたえー、我々ですねそんなありえないというのをこれから当たり前のように変えていきたい世のの中ににはですね増田のようにきっと ものすごい生き物に情熱を持って、えー、必死に生き物と向き合っている方々がいらっしゃいます、まあ、そういった方々をですねもっと巻き込んでいきたい今はですねアクアリウムは一つの趣味として捉えられていますがこれは地球を救う一つの選択肢になるかもしれないそう思いですねこの、えー、アワードを立ち上げました、えー、前置きが長くなりましたが、えーこ,こ,にえー、こちらで,ですねイノベートアクアリウムアワード2023年のお開幕を宣言させていただきます えー、皆さん本日はよろしくお願いしますはい高倉さんパッションの終わったプレゼンテーションありがとうございましたそれではこのまま続けて本アワードの概要説明および応募方法についてご説明いただきます高倉さん続けてよろしくお願いします今回のですねアワードの背景についてご説明してまいります、えー、まずですね今回我々があの まあ、イノカ自体もそうですけれども、まあ、特にこのアワードを通じて解決したい社会課題ディープイシューはですね、まあ、この海洋環境問題、えーまあ、そして淡水系もそうです今非常にです、ね、危機を迎えております海の生物多様性を象徴するサンゴは2040 20年には8割から9割が死滅してしまう、まあ、そしてですねもう淡水生物は今の時点で3分の1が死滅の危機を迎えているなど もう本当にです、ね、もう一刻も早くこういった生き物の研究を進めて彼らを救う方法を考えていかなければいけないしかしどうしてもまだまだです、ね、水生生物を研究するプレイヤーというのが足りておりません、まあ、どうしてもあのお金が集まりやすいのは食べられる魚ですとか、まあ、そういったこう領域に、えー、お金が集まりがちになってしまうと、まあ、そういった背景もあってです、ね、なかなかこういった課題というのが解決できていない問題が山積みされております まあそういったですねこの研究をするハードルになっているのが研究環境になるんですねこの右下の写真はですね、まあ、あの臨海施設、えーまあ、こういった研究所があるんですけれどもこれまで例えばサンゴもですね研究しようと思ったら沖縄に行ってサンゴのこういった研究所でですね研究をするしかないという状況があって、まあ、なかなかこう水の生き物を研究するというのにはハードルが高かったんですね。そこでがが注目したのアアクアリウム そしてアクアクリストたちでですす弊社もですね何度も申し上げているようにこのマス田の,の飼育技術というものをベースにえーこれまでえ沖縄でしかできなかった産後研究というのを東京の虎の門でもできるということで様々な企業さんを巻き込んでえやってまいりましたえまあですねここから我々がですね着想を得たのがこのアクアリストって実はただの趣味で終わらせるのはもったいない彼らがやっていることってこの水槽の中に 生き物をを含めた環境を作れる、まあ、我々この環境のことを生態系英語ではバイオスフィアなんて呼ばれておりますがこういったものを作るエンジニアとして捉え直していくことによって今はですね本当にただの趣味としてやっていることが実は世界を救う地球を救うそういったことにつながっていくんじゃないかとお着想を得てこのアワードを始めております。そこで、えー、具体的に立ち上げたのが 今回のアワードでございますこれまでですね弊社チーフアクアリウムオフィサーとさまざまな大企業様とこれまでもお取引をさせていただいたんですけれども世の中には増田だけじゃなくてですね増田はサンゴのもう大好きでプロフェッショナルですでもおそらく世の中には私は水草が大好き私はクラゲが大好き私はウミウシが大好きもう,もう言っちゃうともうこう私はもうミジンクは大好きとかもういろんなもう本当に 生き物いろんな生き物を好きな人が世の中にはたくさん眠っているんですね。なので我々はですねそういった増田といろんな大企業を掛け合わせて全然産後関係ない会社さんともこれまでたくさん仕事をしてきたんですけれどもとにかく彼らの新しいアイディアや技術っていうのがこういった大企業が持っているアセットであったりだとか、えー、技術っていうのをどん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 伸ばすいろんなきっかけになるんじゃないかということでこれまで共同研究をしてま,しまいりました。まあなので 増田だけじゃなくて世の中にたくさんいる生態系エンジニアたちとこういった大企業あ大企業のみならず日本の中小企業を含めてですね巻き込んでいくとそういった人たちが出会う場を作っていくということを我々目指しております今回はですねそういった思いに共感をしてくださったパートナー企業の皆様がですねこちらの右側に乗っております。 えーまあ、あの今回メインのプラチナパートナーとしてはですね、えーまあ、日本最大手のです、ねえー、アクアリウムメーカーであるジェックスさんに入っていただいて、まあ、このアクアリウムの概念を変えていこうじゃないかという思いで,ですね、えー、町工場であったり目薬の会社さんであったり、えー、繊維を作っている会社さんであったり、まあ、これは今現時点でのパートナーなんですけどもすでに他にも内託をいただいてもっといろんな分野のですね 企業さんがこれからも入ってくる予定でございます具体的にアワードの説明に移ってまいりたいと思います11月末の時点で大方パートナーさんを集めまして昨日12月1日にこのアワードを公開いたしましたそしてですね同時にこういったアクアリストの方々に応募を公開しております そして1月末まで,ですねこれから募集を続けてえ締め切りそして2次審査が終わってファイナリストですねまあ2月の6日頃に決定をしてえそしてですねまあ2月の末にえちょっとですね今最終場所と時間は調整中ではありますがこのアワードの本場の場所というのを作ってまいりますえまあそしてですねこの展望ですねこのアワードあのどうなっていくのかもちろんですねこのアワードは えー、ただですね表彰して終わりではありませんそこからがむしろスタートだというふうに我々は考えております今企業の皆さんはですね本当にこれから自然環境もっともっといろんな技術を作っていかなければいけない取り組んでいかなければいけない、まあ、脱炭素の文脈ですともっともっと海藻を育てる技術であったりだとか水草を育てる技術というのが求められたりいろんな陸上職にチャレンジされている企業さんもいたり 新しく海の生き物から薬が作れるんじゃないかとそんなことを考えてらっしゃる企業さんがたくさんいらっしゃるんですねそしてですね今回我々はこういった生態系エンジニアたちをですねアワードの後もですね積極的にサポートしていくことで、まあ、彼らの思いがもしかしたら何かにつながるかもしれない新しい世紀の発見につながるかもしれないと、まあ、こういったことをですね引き続きご協力をしていってそしてもちろん 今まで我々は産業を中心にやってまいりました。しかし今後いろんな生態系エンジニアたちのですね、えー、力を借りていくことで我々が守っていける自然環境というのももちろん増えていきます。まあ、こうしてですね企業側には新しい技術開発、まあ新しい事業の創出にもつながりますし、それと同時にさまざまな環境を守られていくというまあ、自然環境の保全と。 その経済の発展、まあ、こういったものをです、ね、両立させるようなプラットフォームというところにしてまいりたいと我々考えております。はいでは、ここからが、えー、具体的な、えー、募集のお応募説明に参ります。えー、まずですね、えー、とにかく今回のアワード、もうハードルを下げたい、もうそれがもう一番の我々の思いでして、おそらくですね、まあ、あの我々のアワードをしてくださったアクアリストの皆さんは、 私の水槽はさすがに地球を救うとかそんなにつながらないんじゃないかなときっとそう思われる方もいらっしゃると思うんですねもう全然気になさらないでくださいうちの増田も最初はもう環境とかビジネスとか全く興味がなかったんですねもう我々が必死になって皆さんのサポートをしていきたいとまずそういった前提がございますので一時審査はですねもう最低300文字の文章プラス 皆さんの水槽の写真や動画を提出していただきたいというふうに考えておりますえ文章のですね必須項目は非常にシンプルですあなたの好きな生き物は何ですかなぜ好きなんですかそしてその愛情をどのように水槽の中で表現しているんですかと。そして評価項目に関してもとにかく僕たちが見たいのはその生き物自然に対する熱量でございます そ、まあ、そしてその熱量をどういう工夫を使って水槽の中で表現しているのかというところであの一切ですねあの大き水槽の大きさであったりその見た目っていうものに関しては、えー、審査基準にはいたしませんもう本当に皆さんの生き物に対する愛情というところが見たいというふうに考えておりますそして2、えー、次審査に通過された方々にはですね我々がもう,、えー、もう伴走させて、えー、いただきます えー、おそらく皆さんがです、ね、好きな生き物がどう社会にコネクトしていくかそれを考えるのが僕たちの仕事なので、えー、皆さんがです、ね、例えばウミウシが好きっていう方がいらしたらこれはもしかしたらあこういう自然環境で生かせるかもしれない,いやこういう薬になるんじゃないかとかもう必死に僕たちは考えてまいりますので、えー、そ,こそ,のその点はです、ね、ご安心いただければと思いますそして本番ですね、まあ、こういったあの会場を想定しておりますが えー、企業の方々に対して、えー、皆様から熱いプレゼンテーションをしていただければと考えております、えー、ここでまたおそらくあのアクアリストの皆さん私プレゼンなんて苦手ですという方もいらっしゃると思うんですねそこもあのご安心くださいもう我々があのサポートいたしますしあのもう社会的な背景であったり課題なんかに関してはもう我々がですねあのもうプレゼンを、まあ、あの冒頭代わりに差し上げてですね まあそしてその後あのー、ご本人からに関しては、この生き物、面白いんだよ、こう面白いんだよ、こういうところがいいんだよ、もうその皆さんの愛情を語っていただくだけで構いません。もうどうしても前に出るのが恥ずかしいという方にはです、ね、事前にもう動画をです、ね、作っていただいて、それを流すというような形でも、もう構わないと思っています。もうとにかくいろんな形で,です、ね、皆さんのパッションを世の中にちゃんと伝えていくと、まあ、そういった場を作っていきたいというふうに考えております。 そしてですね、今回のアワード、グランプリがですね、30万円の賞金をご用意しております。そしてまあ、現段階ではですね、パートナー企業が4社さんいらっしゃいますけれども、各企業からですね、10万円ずつの企業賞というものを出させていただきます。今後もあのパートナーというのは増えていく可能性はあるので、賞の数はですね、今後も増えていく可能性がございます。はい。 というところで,ですねアワードは以上で説明に関しては以上でございますはい高倉さんありがとうございましたこれまでになかった観点でのアワードということでぜひたくさんのアクアリストからのですねあのご応募をお待ちしておりますさて次に特別対談アクアリウムを一つの趣味から一つの地球を救う選択肢へ」に移りたいと思います登壇いただく方は三名です まずは本アワードのプラチナパートナーでありますジェックス株式会社代表取締役五味弘樹社長そして引き続き株式会社イノカ代表取締役 CEO の高倉陽太さんそしてイノカを率いているです、ね、あの屈指のアクアリストであります取締役チーフアクアリウムオフィサー兼本アワードの審査委員長を務めていただく増田直樹さんに登壇いただきますそれでは皆様ご準備よろししくお願いします。 それでは本アワードプラチナパートナーであるジェックス株式会社について私から簡単にご紹介させていただければと存じます。アクアリストの方々にとっては大変馴染み深い会社さんかと思います、えー。ジェックス株式会社は大阪府東大阪市に本社を構えていらっしゃいまして、国内でのですね、あのアクアリウム用品のシェア100、えー、ナンバーワンという会社さんでございます。 そしてですね、インドネシアには自社工場も構えていらっしゃいまして水槽製造では世界最大規模の工場をお持ちでいらっしゃいますそしてなんとです、ね、あの日本に流通する観賞魚用水槽のうちの約75%の,、はい、あの供給を担っていらっしゃるメーカーさんでございますそして近年ではですね、業界内でもいち早く SDGs に関する取り組みもですね推進していらっしゃいまして 中小企業研究センター、グッドカンパニー大賞の優秀企業にも選出されていると。非常に立派な会散でございます。対談の準備が整ったようですので、えー、3名の方にバトンを渡したいと思います。はい、それでは皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。ごますお願いします。えー、尾身社長、あの、もう僕らにとってもついにこの日がやってきた。やってきました、ね。と <laughs> <laughs> いうところですけれども、あの、いやもう我々、 実はですね、もう最初に、まずこう、井の香とこう、ジェックスが、はいはい、どういう付き合いからこう、あの、始まったのかから、あの、スタートしたんですけど、えー、僕が最初に行ったのが、何年前でしたっけあれが。あれ、5年 5, ?5、6年前ですかね。そうですね。まだ学生さんだったんですよね、はい、あの、<学>社長が。僕が大学、あの、4年生の時に、うん、まさか飛び込みで来られたのが、<laughs> あの、当時の、あの、まだ、 インターンシップをされてた学生さんだとは全然つゆ知らずに。<laughs> でもそれで結局最終的にはあのアプリでね、あの、うん、今 LED とかはーーできるアプリも作っていただいたり、IoT の LED をね、御社の、うん、社のっていうか高倉さんの技術で今、ああいうものができたので、本当最初お会いした時は衝撃でしたけどね。 まあ、アクアリストで、かつ、そういう情報科学も、使えるというか、あの、そういう方を、がいなかったんですし、まあ、本当生き物に対する情熱っていうのは、もう当時からすごく高かったし、まあ、今もすごい熱量多いですけど、あの頃からそうだったな、今日改めて先ほどの、あの、話聞いてて、ちょっと懐かしいなと思います、うん。<laughs> はい。 <laughs> ええー、じゃあちょっとですね、改めて、うん、あの今回のアワードに対するこう思いであったり、うん、ジェックさんの意気込みっていうのを、まずお聞かせいただいても、そうですね、はい。よろしいでしょうか。あのー、まあ、うちは、あの、45年、まあ、ペット用品メーカー、<う>まあ、その中でもアクアリウム、観賞<う>用品メーカーをずっとやらせていただいてますけど、大切なのは、やっぱ生き物を大切にする人たちを増やしたい。 あのうちの社員もそうですし、まあもちろん御社もそうだと思いますけども、あの、ペット業界で働く人たちはみんな、あの、生き物が大好きで、っていう方が、あの、多いんですけれども、魚だけじゃなくて、その、水だとか、光だとかあ、草だとか、水生動物、生き物を含めた自然、まあ地球、まあそういったところまで心を馳せられるような人たちに、 まあ、会えるんじゃないか。あるいはそういう人たちを増やすことができるんじゃないか。まあ、いうことに感銘を受けてあ、ぜひやらせてもらいたいというふうに思いまいいす。まあ、弊社ですね。まあ、このアワードの本当にきっかけになっているチーフアクアリウムオフィサー、増田直樹さん。まあ、今回彼が、あの、もう審査委員長を務めさせていただくんですけれども、あの、今回のですね、アワードに対する思いであったやとか、意気込みをお聞かせいただけますでしょうか。 えー、お時間いただきありがとうございます。井の花の増田でございます。えー、まあ、アクアリウムというものは、まあ、その、えー、生き物の数や、まあ、自然環境の数だけ、えー、魅力や、えー、驚きっていうものを、えー、くれるものですので、まあ、今回のアワードでは、まあ、本当に、一アクアリストとして、あのー、まあ、私の知らない世界を、あのー、いろいろなアクアリストの方たちに、 教えていただきたいなと思っているので、あの、もう本当に心から、えー、ご応募お待ちしております。はい。うん、そのアクアリストというものに対して、ちょっとご意見いただいてもよろしいですかそうですね。あの、ま、本当にそのアクアリウムの楽しさというか、あの、お魚を飼育することから得られるいろんな知見だとか、あの、そういったものって、あの、本人、ご本人たちはあんまり すごいことやってないっていうふうに思ってらっしゃるんですけど、まあ、実は、あの、ほんの些細なことが、その、アクアリウムをやってない人たちにとったら、すごい発見だったりするんですよね。いや、ありがとうございます。そうですよね。あの、実は日本って、あアクアリウムが今250万人ぐらいなんですよね。うん、あの、まあ、あの、40人に1人と。 まだね、クラスに一人、こう、生き物、魚かっていう人がいるという計算なんですけど、うん、たくさんいて、それぞれの人が全然違う分野であったり、ジャンルの、うん、あの、生き物が好きで、うん、もう、あの、僕も、あの、あ、そうですね、あの、もしかしたら、あのも、皆さんに申し伝えてなかったかもしれないですけど、私も実は元アクアリスト、今はちょっと、もう、あの、仕事になっちゃったんで、うん、水槽とかも全部会社に置いてるんですけども、うん、昔は中学生の頃から、 いろんなエビ買っ,ったり、古代魚買ったり、もう本当にいろんな人たちと話していく中で、あの、いろんな刺激を受けて、まあ、育ってきたんです。うん、だからまあ、まあそういった僕もこう、アクアリストって無限の可能性があると思う、うん、思ってるんですけど、どう、どうですかその一アクアリスト側からしてですね、<laughs> 自分がこうやってきたことが、<laughs> はい、なんか今こんなことにつながってる話とかに対して、なんかどう思っているかとか、うん、どういうこう、 まあ最初犬から誘われた時からもそうですけど、うん、なんかどういう気持ちでここまでやってきたのかなっていうのをちょっと聞かせてください。<laughs> まあもう本当に根底にあるのはただ生き物が好きで、うん、まあその生き物をどうやったら上手に変えるか、どんなところで生きてるのかなっていうのを常に考えているだけなので、あの、まあもちろんお仕事でつながっていく中で、まああの、生き物が好きな人にとってはもうたまらない、まあ出張であったりで、うん、まあ海に行ったり、 まあ関係ない山に勝手に行ったりしてるわけなんですけど、<laughs> うん、まあもうその度に、もう朝から晩まで空き時間は、まあ、自然を見に行って、うん、あなるほどこういうふうになってるんで、まあ、だ自然をきちんと学ぶことが、うんあの、いかにこう水槽の中に自然の環境を作り上げるかってことにすごくあの大事な要素になってくるので、うん、それが今度水槽から、まあ、自然環境に、あの、いい意味で影響が出ていくっていうのは、まあ一アクアリストとしては、まあそんな あの、なんていうんですかね、ためになることになる。で、それがしかも仕事になるんだったら、うん、もうこんなに嬉しいことはないなというふうに思ってますし、うん、まあ、あのー、私自身も本当に、あの、いろんな生き物が好きで、もう全般、もう大好きなんですけど、やはりその中でも、ニッチに、うん、もうニッチに、ニッチに、うん、あの、この生き物だけがもうとにかく好きで、それ以外考えてないみたいなのが、うん、やっぱたくさん、こう、 隠れてるわけなんですよね。うん、でそしたら、やっぱりその人の方が、それに詳しいのは当たり前なので、もうその人の知見を借りて、まあいろいろ、あの、そこに対する何か解決しなきゃいけない問題があれば、あの、ぜひ協力してもらって、で、えー、その人はさらにそこに深く <laughs> 潜っていただいて、うん、で、えー、問題も解決すると。うん、このアクアリストさんすごかったな、とか、うん。なんかまあ、 あのそういうエピソードが、逆にこうアクアリストさんに今回出会いたいなっありましたよ今。そうですね。結構いろんなアクアリストの方、まあ、いらっしゃいますよね。うん。まあ、私がすごいなと思ったのは、まあ、インドネシアさんの、その、シッパーさんって言って、あの、海外、世界中にインドネシアの魚を輸出されたり、あるいはその魚を増やされたりして、うん いる方がいらっしゃって、もうアクアリストというか先ほどよも、もうもはや事業なんですけど、うん、まあそこの、あの、二代目の息子さんがやっぱすごくて、あの、もうその、世界の人たちに、インドネシアのすごい、あの、見たか、まあ、今までかったことない、あるよ、なかなかその、なの普通に行く、まあ、ワイルドを取るというのはなかなか難しいので、それを、 まあ自分たちの技術でまあ増やすことをして、それをまあ多くの,あのアクアリストに届けようとされている方がいらっしゃって、その方がその、もうインドネシアのとんでもない田舎に狩りに行くというか、狩りに行くというか、その、狩りに行くというか、その、現地調査に行くんですかね。その姿がやっぱすごくて、いろんなアクアリストはいるんですけど、まあですから本当に、 まあ、熱意っていうものは本当にその、まあ人を変えるし、うん、まあ事業にもまあ結びつくし、まあ世の中にはそんな人たちもいるんだなぁと。うん、まあそういう、まあことを考えるきっかけにもおなるんじゃないかななんていうふうには思ってますね。うん、はい。いや、まさしくそうなんですよね。その、今回、まあ今回というか、まあ,あの僕らがそのアクアリストにすごい注目している理由は、やっぱり今、 普通に生きてると自然に触れる機会ってどんどん減っているじゃないですか。<ー>なので、こう、あの、まあ、今、教育の領域で言っても、あの、スティーム教育って言って、まあ、サイエンス、テクノロジー、エンジニア、リング、アート、マセマティックス。<ー>あの、僕、やっぱり、ここに、その、ネイチャーが、の N が入ってないのが、すごい、こう、気になっていて、<ー>どん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 今、こう、ほん、ほんは全部の、こう、<ー>科学とか、 まあ最初は農業とか飛行機作ったり、誰だって全部鳥が、あの、糞をこう出して、それがそこから種が生えてくるのを見て真似たとか、鳥が飛べるんだったら飛行機も作れるよねっていう、そういう発想で僕たちいろんな、あの、技術を作ったりとかやってきて、中で、まあどんどん今、なんかそのじゃ学校では、同じことを原理は学ぶのに、一切生き物に触れずにそれを学んでいくっていう、 ところに、まあ、すごい、僕は違和感を感じていて。うん、ま、だからやっぱりこの、この時代になっても、ずっと生き物とそうやって、こう、密接に関わり合う。うん、ま、人によってはそうやって、危ないところでは、うん、どん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 突き進んでいくっていう。うん、ま、やっぱりこういう、あの人たちの、ちゃんと意見に耳を傾けていかないと、うん、今すごい地球環境問題って皆さん口にされてるのに、うん 全然手触り感がないんですね。うん、なんか、だからこう、あの、自分たちがやっていることって本当に環境のためになっているのかなって思ってらっしゃる方もいると思いますし、うん、なんかこう、その、環境問題何かしたいって思った人が始められる気軽な、こう、やっぱ一歩目がないんです、ね。そうですね。ね。うん。だから、だからこう、アクアリストの皆さんがこう、そうやって背中を見せて、ね、うん、こう、ちゃんと世の中がその人たちの声を、 耳を傾けると。うん、なんかそういうこう世の中ができていけば、なんかもっともっとこういい世の中になるじゃないかなっていうのを僕は思っていて。そうですよね。やっぱり、も、ま、う、あ、本当に社長人に、あの、僕ら小さい頃に理科の実験、理科でメダカのオスとかメスとかをこう識別する勉強はしてるし、まあ昔だったらそういうメダカを持って帰って夏休みの観察日記をつけたりとか、うん 基本義務教育の中で、まあ理科の学習でみんな、あの生き物と,とか自然について勉強してるんですけど、いつの間にかそういうものが大人になっていく中で、いつの間にか失われてるような気はしてて、まあ、あのうち、たまたま先ほどのインドネシアの工場で、とある楽器メーカーさんの、あの、楽器のケースを作ってるんですね。まあ世界の某、まあ日系さんのまあ名前を挙げますけど、<laughs> で、 やっぱりそこのメーカーさんのや、のやの音楽ってやっぱすごいなと。同じ私たちが、ペット用品メーカー、かたや楽器メーカー。楽器メーカーさんがやってる世界に届ける音楽を楽しむことって、まあ音楽って本当にいろんな人が楽しめる環境になってるのに、でもやっぱ音楽アーティストもいるし。でもじゃあ同じ、まあ用品メーカーで、ペット用品、アクアリウム用品やってるメーカーで、 じゃあ、そんなに多くの人が、同じような音楽の授業もあったり、同じような理科の授業があったり、同じように学習してきてるのに、まあ同じレベルにはなってないな。だからもしかしたら、きっかけさえあれば、音楽と同じぐらい、うん、生き物大好き、えー、ペット大好き、自然大好き、っていうようなことに、もうちょっと繋がっていってもいいんじゃないかな。僕ら、もうちょっとそういうチャンスを、あの、いろんな人と手を組みながら、 あの、そういうことができないかなっていうのは結構、うん、今回の件でもやっぱり思ってますね。なのでまあ、僕らとしてはこう、アクアリウムって本当に、こう、まだまだ可能性がある。うん、やっぱり今ってどちらかというと、こう、見た目のこう、美しい、こう、インテリア、うん、彩ってくれるっていう側面がとても注目されて、うんあ,ーまあ、あ王者も研究されて、うん、そう、癒しの効果もあったりとか、うん、もうあの、すでにこう、我々にいろんな恩恵を与えてくれている。うん、でも、 まだまだ、こう、できることがあるって、すごい強いことだと思うんですね。うんうん、だから、こう、お家で、こう、関与植物を置くような形でですね、こう、水槽をポンと家に置いたら、それがですね、こう、まあ、綺麗で癒されもしながら、まあ、僕らが癒されるだけじゃなくて、一緒に、こう、地球に対しても、まあ、癒すというかですね、そういったリターンをしていける可能性があるっていう。まあ、なんか、これはもう本当にアクアリウムは、 その癒しの効果しかり、こういった地球を救うことにも繋がっていくと、しかり、あの、本当に無限のツールだと、無限のこう、その、こんあの、まあ、趣味であると思いますし、うんうん、それが仕事になっていくと、僕は思ってますし、うんうん、こう、まあ、今回のアワードを通じて、僕らその、アクアリストたちが、まあ、その、先ほどおっしゃっていただいた、こう、ミュージシャンであったり、うん、あとは、ちょっとイメージ近いのは、YouTuber 的な、こう、ポジションになってもいいのかなっていう。うんうんうん あの、もちろん皆さんが皆さんこう、マスダみたいにどっかの会社に入って、うん、仕事としてやらなくてもいいかもしれない,い。うん、だからご自宅にある、あの、サンプル、あの、うん、生き物を、ちょっとこう、サンプルを一部分、こう、会社さんに提供するだけで、うん、もう、全然こう、一年分ぐらい、こう、うん、もしかしたら水素を運用するぐらいのお金がもらえるかもしれないとか、うん、まあそういう副業的にアクアリウムをこう、楽しんでいく人が出てきても面白いと思いますし、うんうん まあ一方で、もちろん、あのー、我々がですね、どんどん、こう、マスダみたいな人の需要っていうのを、こう、今後日本でも、世界でも作っていきたいと、うん、あの、考えているので、そういう人たちが、もっともっと、こう、あの、今でいう、本当に AI エンジニアみたいな、こう、うん、あの、高収入ぐらいでしっかり雇われるとか、うん、あのー、まあそういう、こう、夢のある、こう、うん、趣味というか、 あの、仕事というか、うん、なんかそういうものに、こう、アクアリウムができると、もっと、まだ、あ、このアワードなので通じて、僕らは、その、あの、次は例えば教育とかに行けるんじゃないかなとか、うんうん、このアワードってすごいいろんな展開があるかなと思ってるんですけど、うんうん、今回のアワードのように、あの、お魚を飼うことが、その、自然環境を再現することにつながってるという、まあ、さっきのスティームじゃないですけども、 なんだろうあの知識のところでそういうことをたくさんの人に知ってもらうことでまあそういう勉強にもなるんだとそこからそういう思いをそういうことを学んでいただくことが、まあ、結果的にまあ地球を大切にしようだとか自然を大切にしようだとか海を大切にしようだとかまあゴミを減らそうだとかなんかそういうきっかけになるんじゃないかなと。 で、僕らもむしろそのことはすっかり抜けてて、あの、単に用品を売ってお魚を買ってもらうことを一生懸命、あの、しかもアクアリストと呼ばれる人たちに届けることが仕事だったんですけど、まあ、今回このアワードを知ることで、あの、逆の発想ですよね。あの、自然環境を学ぶ人たちをたくさん増やそう。でその人たちが増えれば、 あの、アクアリウムに関心を持っていただく人たちが増えるし、お魚を買ったり、生き物を大切にしたり、まあ、自然を考える。まあ、そういうことにまさしく直結する。もう毎日水を去ってて、いろんなこう温度、温度だったり、バクテリアだったり、いろんなことに触れることが実は地球環境の一つを考えるきっかけになってるよっていうことに繋、まあ、がるんじゃないかなっていうところに、まあ、 まあ、あの、これはもう竹内さんとかね、おっしゃの、先ほど竹内さんとかいろんな方にこう、アドバイスをいただいて、なんかそういう視点に立ってるような気がします。はい。ありがとうございます。もうそうですね。アクアリウムってこう、あの、まさにこう、地球、ちっちゃい地球と、こう、水槽の中で再現するみたいな。うん、やっぱり僕はそういう、こう、認識があって、まあなかなか、やっぱりこう、 その生き物が住む環境まで含めて作るって。うん、あんまりこう、あのー、他のペットだとないんじゃないですかないですね。うん、だからそこがこういろんな機材とかも含めて、地球とこの当たり前のように僕たちが見てる、普段こう成り立ってる循環っていうのが、こんなに難しいのかと。うん、そうですね。もう僕もやっぱりどうしてもあたくさん失敗していて、うん、こんなにあの、地球環境の こう、いろんな循環で複雑なんだって、うん、そういうことを学ぶきっかけにもなると思いますし、うん、いや、なんか本当にこのアクアリウムに、あの、可能性を、あの、僕は感じてますし、うんまあ、まさにそのアクアリウムの概念を変える、まあ、イノベートアクアリウムアワードと、うん、おー、題しているからにはですね、あの、このアワードを通じて、あの、地球環境がどんどん良くなる仕組みを作っていきたいなと、考えています。な、うんだから多分、 高倉さんや増田さん、未来の高倉さんや増田さんたちを発掘するアワードかもしれないです,、ねですはい。まさに。<laughs> <laughs> そういう人たちが増えて、この業界だけじゃなくて、本当に先ほどうようにね、こう、みんなが地球を考えたり、うん、まあ、それに直結していることを、ちょっとした趣味でやってますよと。なんか、そういう概念に変わっていくいいきっかけになればなと。うん、僕らもアクアリウムって、 まあいろんな人と喋ると、青魚飼ってるんですね。あの水草のあの綺麗なやつですね。とか、あの水族館のことを言う方もいらっしゃるし。いいねはい、まあでもそれもアクアリウムなんですけど、あの、地球とか自然とか生き物とか、あの、そういうことも考えることができるのもアクアリウムなんですよっていうものになればいいのかなと思いますもっと多くの人に楽しんでもらえるような気がしますけど。 えー、本日は皆様お忙しい中、えー、お集まりいただき、えー、誠にありがとうございました。えー、まあこのアワードですね、あの、本当に、どうなるか、本当にわからないです。でもそこが、<laughs> とても楽しみですし、もう、何としてでもですね、成功させたいと、我々願っておりますので、えー、もう、あの、 この活動がもう来年以降はもっともっとさらに盛り上がっていけるように、まあ、この1年目という非常に大事な回をですね、えー、しっかりと頑張って参りたいと思いますので、えー、ぜひ今後とも皆様、あご支援、え目ご一のほどよろしくお願いいたします。えー、本日は、えー、誠にありがとうございました。